そんな気がしますね。はい、あと伊藤ってのはやっぱり班長的な存在なんですよ、学校でいうと。班長、要するにこまめな仕事を任せられるっていうんですか。例えば今選手 の対戦表とかの管理をしてるんですよ。なるほど、対戦表の管理、誰が何試合今月行ったとか。そうですね、給料の計算をしたりとか、まあ、内輪的なことなんですけども、ええ、これは割とね、そういう学級委員みたいなもんですね、学級委員までいかないですけど班長っていうんですか。班長、結構これ重要な仕事ですからね。なるほど、やっぱりいい加減な選手には任せられないですからね。性格的にも几帳面なことがありますか。若手を要するに何ていうんですか、雑用なんかの指示をしてますよね。やっぱり全日本女子の場合は男子の団体と比べて巡業の上、サーキットの、なんていうんでしょう、サーキット中の、なんていうんでしょうね、これはね、試合以上のウェイトなんですよ。実は、サーキット中の雑用って多いですよね、自給自足性ですよね、全日本女子の場合。だからね、そういう意味で伊藤なんか今、若手頭っていうんですか。若手頭、見えないところでもお仕事があるんでしょうね。頑張ってますよ。そうすると、バットはそういうことできない方ですね、きっと。バットもやってますよ。あ、そうですか。ただ伊藤っていうのはやっぱり細かいですから。あ、なるほど、はい、でも案外大雑把な人の方がプロレスが面白かったりしますからね、これは難しいんですよ。やっぱり自分勝手な人の方がね、レスラーとしてね、面白みありますよね。上に行ったりしますしね、はい、そう、あんまり気遣いのある人って団体生活でいいかもしれませんけど、結局プロレスは個人競技ですし、やったもの勝ちっていう場合がありますからね、はい、ただプロレスってのはやっぱりね、はい、神経行き届いてないとやっぱりこれ相手と相対するものですよね。なるほど、だから一方通行だとやっぱお互いいい仕事がっていうか、いい試合できないと思うんですよ。一方通行ね、なるほど、それじゃあ、はい、さあバットのなんて言うんでしょう、蹴りがなんか一つ一つ決まってますね、面白いように。だからなすすべもないっていう感じですか。今のもいいですよね、蹴りを食らわないことですね、伊藤は。またさっきのヒップドロップ関係、はい、3発4発来ましたしね。まあヒップではね、伊藤もこういったね、バリエーションありますけどね、ただやっぱり彼女は今ね、やっぱりフットスタンプですか。あれがありますね、怖いですよ、あれ。そのうち怪我人が出るんじゃないかと思いますよ。以前トヨタがなんかあれで失神したっていう話を聞いたんですよ。ああ、なるほど、はい、トヨタ選手割と細い方ですからね、だからそういう意味では一歩間違えたら怖いですよね、あの技は、はいはい、体の太さが違いますから、いかんせん今日のとこなんかは伊藤の技が軽く見えちゃいますね。おお、これですよ。いいタイミングですね。やっぱりこれはね、やっぱり最大のもう見せ場ですからね。バットはね、やっぱり同期じゃなくてだけではなくて、もうどんな選手にでもこれをね、向かっていけるんですよ。なるほどね、これ強みですよ。相手、対戦相手から全く目を離さない選手ですね。はい、必ず相手の顔を見て試合してますね。お、フットスタンプ、これですね。この前長谷川先の全日本に挑戦したんですよ、伊藤が。はいはいはい、これもほとんどね、もう長谷川腰の負傷ってのあったんですけども、伊藤は優勢でしたよ。なるほど。やっぱり自分の体をね、うまく使ってますね。そうですね、軽く見えますけど、伊藤だってウエイトないわけじゃないですから。はい、これはね、じわじわと効いてくるんじゃないですか。胃袋落としっていうんですか、あれは効きますよ。次はもう、ね、さっきバットの回転蹴りを外したところからいいペースになりましたね。うわー、これはたまんないですね。これはもうあれですよ、この伊藤とバットの対戦から言えば、対戦経過ってどうなんですか。やっぱりバットは圧倒的にいいですから、今日はそういう意味で伊藤薫っていう存在をね、後楽園のファンになんかアピールできたんじゃないですか。そうですね、いやフットスタンプ異様に強烈でしたね、やっぱり。はい、やっぱり彼女は本当これからどんどん上行きますよ。はい、なるほど。
見事に勝ちました伊藤薫選手です。どうぞおめでとうございます。いやあれだけ浴びせ蹴りを食らわされて最後フライングフットスタンプ逆転でした。はい、特に2発目の回しがすごい入っちゃったんですけど、たまたまロープ近かったんで逃げれたんですけど、ロープが遠かったらちょっと。なるほど。フィニッシュにはこだわったんですか。もう絶対もうお尻かフットスタンプしかないんで、お尻とか蹴りとかで潰されちゃったりしたんで、もうフットスタンプしかないと思ったんですけど、すいません。伊藤コール出てましたよ。どうもありがとうございました。おめでとうございました。どうもありがとうございました。